僕は京ちゃんに恋をした。セカンドシングルで京ちゃんを当てるためタバーレコードにやってきた。ああ神様、どうして恋って叶わないんでしょうか。 CD を何枚も買ったが推しに出会えなかった挙句、浅草でうちわを持って激イタオタクとなったこともあった。でも今日こそは運命を感じる時が来た。二礼二拍手をして願掛けを念じ、いざ入店。まさかの最後の一枚、これは持ってる、絶対持ってる、今日こそは出会えそうな気がする。気づけば1年前あの番組で出会った。懐かしいね、この番組で京ちゃんと出会ったんだ。この赤い鳴子みたいな服装を着てるのは、そう、村松健太本人だ。今日はマンネと出会う日。うわい、やってました、村松です。今日ね、開封動画していくよ。いや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 、なんとさ、おびっくりしたの、最後の一枚だったんだよ。最後の一枚っていうことだったから、そろそろ万年京ちゃん当たるんじゃないってね、なんか予感してるんだよ。多分ね、京ちゃんも言ってるんだよね。おーい、ケンピー、当ててくれよ、当てて当てて。ほらほらほらね、 CD の声もね、そう言ってるからさ、まあ、そんな感じで INY、 あー、開けていくよ。あ、そうか、そういえばさ、あの、今日、K コンだよね。あの、K コンの会場に、あの、なんかメッセージボードみたいなのがあるんだけど、メッセージボードのところに、あの、なんか、村松っていうのが貼ってあったらしいよ。俺出てんの?みたいな。さあ、ご来場いただき皆様、ありがとうございます。永遠の愛してる長野の星、藤巻京介と出会える瞬間が、やってまいりました。では、オープンザ、京ちゃん。いやー、緊張するね。まあ、恒例のごとく、ちょっとみんなに先に見てもらおう。せーの、3、2、1、4、4、9! 誰?誰?ちょっとセクシーだよね。やばいね、なにこれ、めっちゃかっけえじゃん、おい。いやさ、俺ちょ思ったんだけど、あの INI のちょっと美女担当、国宝級イケメンがさ、まあいろいろ騒がれてるんだけどさ、まあ俺 もう雄大一択なんよね。いや、この美女の垢抜けがパナくないですか。なんか1年前俺ちょうど生で見てたんだけどさ、1年前もめちゃめちゃ かっこよかったよ。なんか可愛さもあったんだけどさ、これもなんかマッシュでさ、もうアーティストやん。もうオーラ出まくりでしょ。おいおい、メニューのみんな、俺のビジュアルどうよどうよみたいな、この自信あふれる顔すごいね。まあね、同じ2000年生まれ同士だからさ、おお、なんか嬉しいね。大事に重宝したいと思います。ありがとうございました。まあ、さあ、まあ軽く雄大で温まったところで、まあ、そろそろね、京ちゃん呼んでますよ。もう声が聞こえるんです。この中に京ちゃんがいるっていうこと。好きになって一方通行の愛だったんですけども、最近ね、僕もいろいろ頑張ってます。アパレルブランド設立したり、ワンマンライブやったり、もうテレビ出たり、いろいろ活動しています。まあ、そんなね、活動を多分京ちゃんは見ています。村松頑張ってんなと、そろそろ会いに来てもいいんじゃないか、まあ、そういう声聞こえます。ではお待たせしました、京ちゃんと会える運命の瞬間で壊す。行きやっせ行きやっせ行きやっせ。やべ、感じる、京ちゃん感じる、やべ、エクスタシア、行くぜ行くぜ、ふわっ、誰やばいやばい、ね、マジでやばくない。おい、当てたやぞ俺。おいおいおい、おーい、これ持ってるって。おい、お待たせ待ったみたいな表情じゃん。これだよ、奇跡を呼ぶ男だよ、ついに来たよ、会いたかったよ、久しぶり。まさかのトレカちゃ当たっちゃったんだけど、うーわ、地引きだよ。いや、今回やばない。しかもさ、最後の1枚で推しの京ちゃんを当てたっていう、やっぱ持ってんだよ俺。このちょっと、この皆さんわかるかな、このちょっと落ち着いてるこのリップ、なんかエッティー、うーわー、
この首のチョーカーね、なんか中性的にも見えて、そしてこのあのイケメンにも見えて、なんかいろんな表情を沸騰させるこのキョウちゃん、うーわー、なんやろこれ、なんか宝くじ当たった気分やわ。いや俺もなんかもう持ってるわこれ、やべえ。なんかさ、もうちょっと今ね、最近伸びがいいんですよ、村松健太。なんかだんだんちょっと自分なんか最近調子いいなと思ってきて、もう地引きでキョウちゃん当てたでしょ。まキョウちゃんとちょっとマジでデート行けるんちゃう、なんかそのぐらいまで勢いがある。今回ね、あの INI のセカンドシングル Call 119、あの電話にもじってる曲なんで、もしかするとだよ、キョウちゃんから電話来るかもしれない。プルルルプルルル、あ、村松、あれ俺なんて呼ばれてたんだっけ、俺そういえば俺キョウちゃんに多分名前で呼ばれたことないかもしれない、わかんない、多いとかだった気がするおいおい村松、元気、え、その声はもしかして、え、キョウちゃん、うん、キョウちゃんだよ。村松最近頑張ってるね、そろそろおデーツでも行くみたいなさ、あるかもしんないよマジで。ここまで来たら、いやーちょっと当てましたよこれやっぱ持ってる男なんです。以上ね、村松健太 INI 開封動画でした。いやこれは最高でした、ありがとう、みんなありがとう。今日キョウちゃんと出会えた日です。シンス5月14ね、稽古室でおめでとうございます。まあそんな感じでね、INI セカンドシングル、もうね、ハーフミリオン到達しそうな勢いなんで、もうますます拍手にかかってる INI さん、今後もね、めちゃめちゃチェックしてね、はい、さ、まあ、次はね、目指せ、4トン当てるっていうことで、頑張っていきたいと思います。まあみんなね、俺多分運気が今上がってるんで、ちょ、皆さんにちょっと運気パワーを上げたいと思います。せーの、ピリリ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 あー、そんな感じでね、はい、過去一運を持ってる男、村松ちゃんでしたね。今日も動画を見てくれてありがとうねいやー今日はよく寝れるわ。じゃあねー、アイバーロックティー